おう、立派な角。気をつけてください、ご主人。秋のオス鹿は発情期で気が荒いですから。角があるのってオスだけなんだっけ？メスも角は生えるよ。え、トナカイはオスメスとも角が生えますが、日本鹿ですよね。おいおい、君たちにはうちの妻の角が見えないのかい？なんだこの軽いオス鹿は。ちなみに鹿は角で年齢がわかりますよ。そうなの？鹿の角は1年ごと生え変わるたびに分岐が増えていくのです。強いオスの角とかけまして、オス鹿の恋愛事情と解きます。その心は？二股三股は当たり前でしょう。あ、グリグリグリ、いや、弱っ。